てごらん仲間との冒険喜びも悔しさも全て君の物語だろう未知の敵に挑む闘志を燃やして歪む時空超えるライバルファミナー STVH2 ユニバースミッション2ビッグバンミッション2ウルトラコミッション Hey! Are you ready? 新しい時代始めようそして奇跡の決闘へ私の時代まであとわずかだお前こっからだぞはいもちろんですついに潰れたかなんだ まだだカカロットご飯サイヤ人の俺たちの力はこんなもんじゃねえだろこの危機を乗り越えたとしても時空が増え続ければドミグラよりもさらに危険な存在がまた現れるかもしれないいや現れる何度でもそれでも神としての信念を変えずにいられるのか大きな絶望がやってくる可能性があるなら同じようにまた大きな希望もやってきます必ず私は希望を彼らを信じ続けますやれやれおのれクロノアちゃん、力を借りるよ。ええ、もちろんです。時の巻物よ。すべてをあるべき姿に。元に戻ったじゃん
みんな、本当にご苦労様。ドミグラが呼び出した連中もそれぞれの時空へ戻っていったわ。そっか、そりゃよかった。あ、そうだ、アイマス様。なんだい、孫悟空。なあ、改めてちょっと相談があんだけんだよ。さあ、なんとなんと再び始まった超時空トーナメント。といっても参加希望者だけによるエキシビションワンマッチだよ。それでは戦士たちよ、今一度きりの戦いを思う存分楽しんでくれ。試合開始。おめえとはまたやろうぜって約束してたからな。おい、もう一人のおら、また絶対続きやろうな。ああ、相手はおらだ。探り合いはなしだよな。ああ、全開で行くぜ。いつの間に撃ってたんだ。なんて重てえ拳だ。大猿の力っちゅうやつか。本当に不思議なやつだね。あ、僕に対して謝罪や感謝を求めてもいいと思うのにさ。何を言うのかと思ったら、もう一試合だけ大会の続きをやらせてほしい。ただし時空を消すのはなしで、だよ。呆れちゃいますよね。まったくだよ。クロノアちゃんや禅王様、そして僕までも。一体どこまで行くんだろうね、孫悟空という人間は。スーパードラゴンヒーロー、立ち上がれ、サギンが一ヒーロー。ファイ、未の敵に挑む。闘志を燃やして、歪む時空超えるライバル。ファミナー STBH2 ユニバースミッション2ビッグバンミッション2ウルトラコミッション。 Hey! Are you ready? 新しい時代始めよう。スーパードラゴンボールヒーロー、気づいた伝説を超えろ。このエキシビションマッチ、残るはあと一組だ。これが最後の力だ。ああ、来い。負けた。おらの勝ちだ。勝者こっちの孫悟空。よし、じゃあ僕はそろそろ行くよ。
アイオス先輩、一体どこへ？時空を巡ってみるよ。この目でもう一度確かめたくなったのさ。真実の歴史のあるべき姿と、それぞれの時空が持つ可能性ってやつをね。クロノアちゃん。はい。しばらくは君に任せる。ただし、君のやり方が間違っていると判断したら、またすぐ戻ってくるからね。わかりました。ダーリン、ついに大会も終わったし、約束。覚えてるよね？そうだな。俺もついに憧れの結婚か。じゃあ結婚式は1200年後にね。え？ほら、言ってなかったっけ。ガラス族の風習だと、私が結婚できる年になるまであと1200年だから、もうちょっとだけ待っててね。それまで私はアイオス様といろいろ見て回ってくるから。それじゃあまたね、ダーリン。種族の壁というやつか。宇宙は広いな。やはり行ってしまうんですね。あ、トランクス、また会おう。さあ、行こうかみんな。この次は俺が勝つぜ、カカロット。それじゃあ私たちも戻りましょう、元の時空に。おお、気持ちいい叩きだった。まだまだ強い奴らがいろんな時空にいるんだな。ん？なんだ、とんでもなく悪い予感がすっと。急いで蹴らねえとは。次回スーパードラゴンボールヒーローズ魔の侵略者編開幕。地球を襲う黒い影、絶対見てくれよな。